土星上星雲は、水亀座にある惑星上星雲である。小型のアマチュア用望遠鏡では、緑色から黄色に見える。この星雲は、元は外装を宇宙に向けて吹き飛ばす、低質量星であった。中心の恒星は、現在は四等級11.5の明るい白色矮星である。土星上星雲は、複雑な構造の惑星上星雲で、その内部に、ハロー、 ジェットストリーム、複角、暗差、小規模フィラメント等多くの構造を含んでいる。暗差は中心の構成から非放射状に広がっている。近くに標準光源がないため土星上星雲までの距離は正確には分かっていない。サベデンエトール2004は距離を5200光年と推定している。百六十三年、オーデルは距離を三千九百光年と推定し、 この値から全体の直径は約0.55年とした。約5万5000系と非常に温度が高い中心の恒星は青い Y 星で絶対等級プラス1.5と太陽の約20倍の高度で死等級は11.5である。中心の恒星の2価の酸素イオンからの強い紫外線放射によって特徴的な蛍光緑色の色合いが形成されていると信じられている。 星雲全体の死等級は8で、視線速度は28マイル、秒である。この星雲は、水亀座乳星の一度にに位置する。中央部は25秒17秒で、外角は41秒35秒に広がっている。表面の輝度が高い美しい天体である。カルド・ウエル・カタログや作110ベスト NGEC、オブジェクトリスト、ラスク。 s ファイネスと NGC オブジェクツオブジェクツ等多くの観測に適した天体を収録したカタログに掲載されている。1782年9月7日に、ウィリアム・ハーシェルが自宅の庭で自作の望遠鏡を用いて発見し、天体観測における彼の極初期の発見の一つとなった。土星上星雲という名前は外見が感を持つ土星に似ていることに由来し、 望遠鏡が進歩して土星のような外見が見えるようになった1840年代にウィリアム・パーソンズが名付けた。ありがとうございます。